それではこれから2024年度の微積分2の授業を始めます。まず教科書を紹介しておきます。この授業で使う教科書はですね、明解微分積分という教科書ですので、こちらで必要に応じて準備をしておいてください。で、今回のこの授業の履修範囲ですけれども、この教科書の第4章、多変数関数の微分法に沿って授業を進めていきます。で、今回の授業の内容です。今回はこの第 4.1 節、RN の点集合と多変数関数というところを扱います。で、ここではそのいろいろな概念が登場しますけれども、具体的にはこの多変数関数を扱うにあの微積分を扱うにあたって、必要な数学的な道具ですね、この道具立てを一通り紹介します。で、その後でその多変数関数の収束ですとか極限、それから連続とか一応連続といった概念を紹介します。ではまず第4章のからですけれども、4.1 節の RN の点集合多変数関数の括弧1の点集合というところから説明していきます。教科書は123ページからです。まず、その復習ですけれども、空集合を、その一変数関数の時に定義しましたが、これからは空集合をこういうファイという記号で表します。それから、差集合ですね、集合 A と B に対して、この差集合 A から B を引いた差の集合というのを、A、このような形で定義をしておりますので確認しておいてください。で、次に出しますのが直交座標系と N 次元のユークリッド空間という概念です。で、まず座標平面ですね、この R2 とも呼ばれますけれども、こちらが座標平面ですね。で、これとあと、もう一つ扱うのはこの R2 と呼ばれるその実数の2つの実数の組の集合ですね。で、ここではその R2 の元、A と B、A と B は実数ですけど、こういう AB っていう組があったときに、これとその座標平面上のこの X 座標が A、Y 座標が B であるような点 P というのを同一視します。ですので、実数の組と座標平面上の点を同一視するということで、全体と集合全体としましては、この R2 と2次元ユークリッド空間を同一視するということで、これから話を進めていきます。で、同じように、R3 ですね。R3 はこれ、3つの実数の組ですけど、R3 と3次元のユークリッド空間を同一視する。で、もっと一般に、RN ですね。N 個の実数を並べた RN という集合と、それから N 次元のユークリッド空間も同一視するという感じで話を進めていきますので、覚えておいてください。で、次に、RN の距離ですね。これは、皆さん、いろいろなところで定義が出てきたので、ざっと確認しておきますけれども、P と Q をともに RN の点としたときに、その P と Q の距離というのは、この各座標の差の2乗和の平方根で定義するとなっております。で、確認しておいてください。で、一応、距離の例を出しますと、例えば、R1 の場合ですね、実数の場合には、これはこういった形で、x と x' の距離は、x と x' の差の絶対値でこう定まるわけです。それからと、R2 の場合には、皆さんよくご存知のように、x 座標の差の2乗と y 座標の差の2乗の平方根として距離が定まります。さて、距離についても基本的な性質がありますので、一応復習しておきたいと思います。これは124ページ、教科書の124ページにありまして、特に見出しはついていない字の文の中に入っているんですけれども、一応僕個人的にはこういう確認項目を区別するために、一応命題とか定義とかっていうふうにつけていきますので、一応確認していってください。ここで一応命題というふうにしておきました。で、ここでは P と Q と R を、RN の点としたときに、点としまして、それから D を RN の距離とします。で、そのときに次が成り立つんですね。まず、P と Q の距離は、皮膚であると、0以上であると。それから、P と Q の距離は、Q と P の距離に等しいと。それから、3つ目は、この三角不等式と呼ばれるもので、
P と Q の距離は P と R の距離と R と Q の距離の和と等しいかそれより小さいっていう性質です。で、これ三角等式ですけれども、この N が2の場合、つまり R2 の場合の例というのは、こういう形で、直感的にですね、P と Q の距離と、それからこの2つの PR と QR の RQ の距離を比べれば、この不等式が成り立つのだということが分かるかと思います。はい、だんだんここからですね、多変数関数に対応したいろいろな集合を定義していきます。まず内点と外点と境界点という点ですね。で、ここから先は簡単のために R2 に対する定義を述べていきますけれども、Rn に対しても同じように定義ができますので、そこを注意しておいてください。まず最初にイプシロン近傍という言葉があります。これ教科書ですと124ページの下の方ですね。3部の方にイプシロン近傍という言葉がありまして、一応この定義を確認しておきます。P を R2 の点としまして、でイプシロンを正の実数とします。で、この時に、こういう集合を考えですね、こういう集合、皆さん、パッと思い浮かぶでしょうか。集合の内包表記とか内包的記号って言いますけれども、まずは数学物理を志す皆さんは、こういう集合が出たら、パッとどういう集合かというのを思い出す、浮かべれるようにしておいた方がいいと思います。一応ここで図で書きましたけど、こういう集合ですね。この集合っていうのはどういう集合かっていうと、点 Q の集まり、R2 の点 Q の集まりなんですけれども、この Q というのは P からの距離がイプシロン未満の点ですね、全体です。ですので、この Q、この集合の点の属する範囲っていうのは、この P を中心として半径がイプシロンの円の内部ですね。だから円周上は含まれないという点にも注意しておいてください。で、こういう集合のことをですね、P のイプシロン近傍と言います。で、記号としてはこの UE イプシロンの P というふうに書きます。で、P としてですね、具体的に AB という座標が与えられたようなときには、これをですね、U イプシロンの AB というふうにも表します。ですので、2つの表し方があることに注意しておいてください。はい、次に、内点と外点と境界点という言葉がありますので、これ確認しておきましょう。まず、D というのをこれ R2 の部分集合としまして、それから P というのが R2 のある弦ですね、とします。ですので、図で言いますと、ユークリッド平面で、ユークリッド空間で言いますと、D がこういう集合があります。空間内にある集合、平面上にある集合がありますと。それからなんか P はこの平面上のどっかの点ですっていうんですね。で、この時に、D とそれから点 P に対して、この次の3つのいずれかが成り立ちます。まず1つ目は、あるイプシロン、正のイプシロンが存在して、この P のイプシロン近傍が D に含まれる場合。この図の中でこれはどれに該当するでしょうか。パッと見て、どうですかね。じゃあ、これに該当すると思い立てあげてください。じゃあ、真ん中のこれに該当すると思い立てあげてください。はい、右側のこれに該当すると思い立てあげてください。はい、皆さん OK ですね。はい、この状態ですね。この状況がまず一つありますよと。P のイプシロン近傍がもう D に含まれてます。次は、あるイプシロン、正のイプシロンが存在して、P のイプシロン近傍と D の交わりが空でないっていう状況ですね。この状況なんですけど、じゃあ残りの2つの中で、これどちらが該当するかちょっと聞いてみます。じゃあこちらが該当するともう一つ挙げてみてください。はい、じゃあ、こちらが該当するともう一つ挙げてください。はい、OK ですね。はい、いいです。そうですね。だから、あるイプシロンが存在して、この P のイプシロン近傍と D が交わりを持たないのはこの状況ですね。で、これ書き換えると、同値な表現として、この R2 から D を引いた射集合、R だから D の外側ですね、この場合は。D の外側に、この P のイプシロン近傍が含まれるといった表現もできます。そして最後3番目は、任意の、正のイプシロンに対して、この、P のイプシロン近傍と D の交わりが空でなく、かつ、P のイプシロン近傍と D、D からを引いた、ちょっと待ってね、これはいいのかな、いいのか、うん。差集合の交わりが、
空でないということで、まあ、こういう状況ですね。だからこの3つはいずれかが必ず成り立つということが分かります。で、この時にそれぞれの場合の P の名前がありまして、カッコ1の場合は内点、カッコ2の場合はこの場合は外点、カッコ3の場合は境界点と呼ばれます。一応これ書いておきました。で、この時にですね、その P が D の内点だったら、例えば P が D の弦で、あと P は R2 から D を引いた集合の外点になるとかですね。それから P が D の外点ならば、P は D に属さず、P は R2 から D を引いた集合の内点になるとか。それから P は D の境界点ならば、P は R2 から D を引いた集合の境界点になるといった性質も成り立つので、注意しておいてください。はい、次に、いろいろ言葉が出てくるんで順に挙げていきますけれども、次は内部と境界と近傍という言葉ですね。で、これは、D が R2 の部分集合で P が R2 の点の時に、D の内部とはその D の内点、先ほど定義した内点全体からなる集合を指します。で、この本ではD の上に丸をつけて表します。まあ、この表記は教科書によっていろいろ異なりますので、皆さんの読む教科書の表記を注意しておいてください。それからと定義の記号なんですけど、今回本当はですね、二重線 の、 右向き左向き矢印の上にデフィニションのデフってついた記号を使いたかったんですけど、ちょっと今僕が使っているシステムにそういうデフ記号のがなかったので、このコロンイコールっていう記号で定義っていう意味で置き換えて使いますので注意しておいてください。それからと D の境界はこの D の境界点全体からなる集合と書きまして、この教科書ではラウンド D というふうに表します。これも本によっていろいろ書き方があります。そして P の近傍はこれ P を内点として含む集合のことを言います。はい、それからあとさらに集積点、孤立点という概念もありますのでやっておきましょう。で、これは D と P は先ほどと同じような定義の時ですけれども、P が D の集積点であるとは、任意の正のイプシロンに対してこの P のイプシロン近傍とそれから、D から P を引いた集合ですね、これが交わりを持つと、交わりが空集合でないことを言います。で、この交わりが空集合、あるイプシロンが存在して、この交わりが空集合になるようなときに、この P を D の孤立点と呼びます。で、まあ、多分皆さん、春学期、いろいろ数学も勉強してきて分かってきてはいると思うんですけれども、こういう概念を、まあ、まず聞いたときにはですね、そういう例をいろいろ作ってみるというのが、まあ、有効な勉強方法の一つだと思います。で、ちょっとここでその例を一つ出してきました。これ D としてですね、まあ、XY 平面上の点なんですけれども、X2 乗プラス Y2 乗が0より大きく1より小さい範囲ですね。かっと、あと20っていう点との和集合ですね。ですので、幾何的に言うとどういう集合かっていうと、半径が1の円の内部と、それから原点を除いた集合ですね。それと、まあ、20を加えた集合と。まあ、こういう集合考え D と置きましょう。で、この時に例えば、2分の1とマイナス2分の1、まあ、この点は先ほどの定義から D の集積点となります。で、次に原点はどうかっていうと、原点は D の集積点です。なぜかというと D は、原点は D の点ではないんですけれども、任意のイプシロンに対して、正のイプシロンに対してイプシロン近傍を取ると、この D と交わりを持つわけですね。ですので、この原点は、D の点ではないんだけど D の集積点と言います。あと、20、この点は D の孤立点ですね。これはちょっと定義からどうして孤立点かちょっと皆さんで考えてみてください。はい、それから次がですね、回集合、平集合、平方という、まあ、言葉ですね。これもよく使いますね。R2 の、部分集合 D に対して、まあ、D が回集合であるとは、D の任意の点が D の内点になることを言います。それから D が平集合であるとは、D がその境界、ラウンド D を含むという場合を言います。で、D の平方は、この D と、それから D の
境界の和集合のことを言いまして、まあ、この本では D のバーというふうに書きます。ここで一応覚えてください。一応まあ1変数の世界でいう、まあ、解区間や閉区間に相当するものと思っていただければいいと思います。であと、この命題としまして、今教科書は126ページに入りましたけれども、126ページには例題 4.1 というのがありますが、この詳しい話はちょっとこの時間はここでは時間がないので演習の方に委ねたいと思いますので皆さん各自で復習しておいてください。そして126ページの下の方にこの R2 の部分集合 D に対して次は成り立つということでいろいろ性質がございます。でまあ、これもちょっと今はですねちょっと時間の都合で全部は扱えませんのでこれも各自で確かめておいてください。はい、それではここからはですねまだこの範囲か次に誘拐という定義がありましてこれ一応やっておきます。これはどういうものに対して定義されるかというと R2 の部分集合 D ですね。この D は誘拐であるという定義ですね。これは O というのを R2 の原点にしたときにある正の実数 R が存在してこの D が O の R 近傍に含まれるということを言います。ですので、まあ、図で言ってみればこういう形ですね。ですので、まあ、その一応距離は定義してるのか。この D の各点の距離がまあ O から有限のところにこう全部存在するような、そういう集合 D を誘拐であるというふうに言います。はい。それからと、連結、もしくは固定連結っていう言葉もあります。でこれはどういう定義だったかというと、その D、やっぱり R2 乗の部分集合 D が固定連結であるとは、この D 内のどんな2点もその D 内の連続な曲線で結ぶことができると。で、ちょっと今ここではその連続という概念はまだ定義されていませんので、ちょっとまあ定義の仕方が難しいところでありますけれども、概念、直感的にはこういうことですね。まあ、こういう曲線で各点を結ぶことができる場合に D は連結であると言います。はい、それからと、領域と平領域という言葉もありますので確認しておきます。この D が領域であるとは、D が解集合かつ連結であることを言います。そして、D がですね、領域であるときに、その D とその D の境界の和集合ですね、平領域というふうに呼びます。一応注意点としましては、領域は解集合、ということになりますので、領域や平領域は孤立点を含まないという点に注意しておいてください。ここまでよろしいでしょうか。